足がもつれた、足がもつれました。大宮救われた新潟。新潟はこの後同点に追いつかれても J1 昇格は決まります。さあまた時計を見て、時計を見て試合終了の笛、新潟の初めての J1 昇格を告げる笛。アルビレックス新潟、大宮アルディージャを下して初めての J1 昇格。川崎フロンターレの逆転での J1 復帰はなりませんでした。川崎石崎監督はまた J1 に届かず、その時が訪れました新潟スタジアム。皆さん J1 昇格をものにした、どうでしょう今の選手たちの思い。いいですね、本当にこうどうですかね、こういう感動をね本当に忘れないことですよね。しかもそれを4万サポーターが見つめた中でした、はい、でもう次の J1 のステージっていうのはありますよね。やはりいいサッカーをしてこのサポーターのね熱を冷まさないでもっと盛り上げていってほしいですね。試合序盤は重たいものにこう足を引きずられながらのプレーのような時間もありましたが、その後持ち前の前線からのプレッシャー、運動量豊富にボールを奪いに行きました。上野の前半10分の先制点が結局は決勝ゴールになりました。反町監督の胴上げ、他の選手たちが集まってくるのを待ちきれずに始まりました。J1 昇格をかけた今日の試合、まずその試合前選手たちにはどんな声をかけたんでしょうか。いやもう男になるってことですね、はい、みんな男になりました。そして今日勝ちました。試合の勝因はどう分析されますか。そうですね、今日のまあ1点に象徴されるように気持ちのある方にボールをこぼれるってことでしょうね、はい、気持ちの勝負だと思いました。はい、いやもう厳しいね試合でしたけど、もうこのたくさんのサポーターの後押しがあって自分らの力以上の力を出したと思いますけど。気持ちの勝負だと思っていたという反町監督でしたがまあ最後はねそういったことになるんでしょうけどね、本当にこの喜びっていうのはね忘れないでほしいですし、でもう J1 っていうのは待ってますから、本当にこの強い気持ちでね本当にいいサッカーをしてほしいなと思いますね。さあそれでは逆転昇格はなりませんでしたが、川崎轟田中アナウンサーを呼びます。田中さん、はい、4年ぶりの J1 復帰を目指した川崎フロンターレ、その夢は敗れました。後半の36分ガナハのゴールで2対1、ライバルの広島を最終戦下して勝ちで今シーズンを終えたんですが、あと1勝勝ち点3が足りませんでした。しかしその川崎の選手たちにはサポーターから温かい拍手が送られています。以上轟陸上競技場でした。川崎も一時は随分勝ち点差離れていたんですが、そこから昇格争いに終盤加わってきました。今シーズンも最終節までもつれ込んだ J1 のへの昇格争い、広島に続いて新潟が J1 昇格初めて決めています。他の会場の結果、さらには J リーグディビジョン2、J2 の最終結果順位ご覧いただいています。この放送の解説は木村和司さんでした。木村さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。